1月27日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホーリネスの玉川キリスト中央教会の本間と申します。今日は新しい祭司を召し語られる神というタイトルでサムエル記第1、3章1節から14節の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。サムエル記第1、3章1節から14節。さて、少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の乏しびが消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります、お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない。帰って寝なさい、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない、我が子よ。帰って寝なさい、と言った。サムエルは、まだ主を知らなかった。まだ主の言葉は彼に示されていなかった。主は三度目にサムエルを呼ばれた。彼は起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。主が来てそばに立ち、これまでと同じように、サムエル、サムエル、と呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いております。と言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日私はエリの家について私が語ったことすべてを、初めから終わりまでエリに実行する。私は、彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら、思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家のトガは、生贄によっても、穀物の捧げ物によっても、永遠に許されることはない。昨日までのこの2章においては祭司エリの息子たちが父親と同じ祭司でありながら神の宮に捧げられたものをですね、それをこう正しくない方法で自分のものにしたり、もしくはその宮に仕える女性たちと不適切な関係をですね持っているという、そういう状況が記されていました。これは確かにエリの家、エリの息子たちのその問題でもあるわけですが、しかし神の民であるところのイスラエル全体の霊的状態というものをですね、まあ、示している記述であるというふうに言うことができると思います。ですから
今日の3章の一節ですね。主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったというふうに書いてあることは、イスラエルがその時霊的暗黒状態にあったっていうふうに言うことができると思います。しかし今日のこの3章においてサムエル記のストーリーが新しい段階へと進んでいきます。サムエルの誕生というものはイスラエルのこの人々にとって新しい希望でありました。そしてこのサムエルが預言者として成長していくということが、神様とイスラエルの関係が回復されていくためにとても重要なことであったわけです。この時サムエルの、まあ、師匠であるところの祭司エリは自分の部屋で寝ていました。そしてサムエル自身は神の箱が安置してあるその主の神殿でですね寝ていたようでありますけれども、その寝ている時に主が来られてサムエルを呼ばれるわけです。サムエルはそれが自分にとっては初めてのことでしたので、主が自分のことを呼んでおられるということは分かりませんでした。それでエリ先生のですね、その部屋に行って、はい、ここにおりますとそのように言うわけですけれども、エリは呼んでいないわけですから、呼んでいない、帰って寝なさいと、まあ、そのように言うわけです。そのようなやり取りが3回あったわけですね。その時にエリは、あ、これは神様が、主がこの少年サムエルを呼んでおられるということを悟るわけです。そこで、まあ、このように言うわけですね。9節から11節までちょっと長いですが読みます。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。このように主がサムエルに語られたわけです。この時主がサムエルに伝えた内容は、息子たちが悔い改めようとしないそのエリの家に対する、まあ、裁きの宣告でありました。まあ、そのように、最初にこうしてサムエルが聞かされた内容は、厳しい内容でありましたけれども、しかしですね、ここでサムエルが神の言葉を聞くということが始まっていくわけです。今日はこの主をお話しください、しもべは聞いておりますというですね、まあ、そのようなことを神様に申し上げて、そしてこう神様の言葉を聞くようになったこのサムエルのですね、その言葉をまた、私たちの祈りの言葉としたいなというふうに思うわけですね。まあ、こうしてリビングライフをですね、ご覧の皆さんは、いわゆるこう、まあ、キューティーと言いましょうか、ディボーションと言いましょうか、そういう時間をですね、まあ、それぞれのやり方、そしてそれぞれの時間の中で大切にしておられると思います。で、大体こういうものは毎日やることがですね、望ましいというふうに言われるわけですから、こう、まあ、毎日やるわけですね。私たちとても忙しい日々を送っていると思います。ですから予定通りですね、これはいつも朝やろうとか、帰ってから寝る前やろうとか、お昼休みにやろうとか、それぞれ決めている時間があると思うんですけれども、その通りにできる日もあればできない日もあるわけですね。そして、あ、今日はできなかったなんてこともあるいはあるかもしれません。なんか落ち着かないんですよね。そして逆にできるとですね、なんかこうホッとするんですよね。あ、今日もできたって。もちろん毎日続けることはいいことです。それは私も心から自分にもそのように心がけていることですし、皆さんに願うことではありますけれども、しかしキューティーディボーションというのはやればいいっていうものでもないっていうことをですね、こう覚えたいと思うんですね。何か今日読むべき場所を読んだとかですね、今日もちゃんとリビングライフその映像を見たとかですね、それで終わりではないわけですね。私たちはその時間に
神様の言葉を聞いているでしょうか。まあ、それはこのようにお話をしている私自身にも問われることであります。決して習慣がいけないっていうんではないですね。習慣化することによって私たちはそれを常にこうその時間を大切にこう守ることができるということがありますから、習慣化はいいんですけれども、しかしですね、ただそれをすればいいということではない。何かのお勤めでもありませんし、知識を増やすためでもありません。そうではなくて、祈りを持って、そして神様の言葉を求める者に神様が語ってくださる、その言葉をですね聞く大事な時間なんですね。ですから、主よお話しください、しもべは聞いております、そういう祈りを持ってこの時間に御言葉を聞きたいと思うんですね。このサムエル記第一の3章において、サムエルの存在がいよいよこうイスラエルにですね、新しい時代をもたらしていくということが、示されていきます。まだですね、1月も終わろうとしていますが、しかしまだ今年は始まったばかりと言っていいでしょう。新しい時が始まっているわけです。このような時期にですね、御言葉が語られて、そして信仰を持ってその御言葉を聞いていく、そのような一年になりますようにと、新しい思いを持って、主よお話しください、しもべは聞いておりますというですね、祈りの中で日々主の御前に出る私たちでありたいと思います。主の言葉を聞くということを思い巡らしているときに、一つの御言葉を思い起こしました。それは新約聖書のヤコブの手紙1章の19節です。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。この御言葉は人間関係におけることをまず言っていると思いますけれども、しかし聞くのに早く、語るのに遅くというのは、私たちの神様に対する態度にも十分当てはまる言葉だと思います。祈るということが、いわば私たちが神様に語るということに当てはまるでしょう。そして当然こう御言葉を読む、聞くということが聞くということに当たるんだと思うんですね。私たちは祈ることはたくさんあります。こうしてください、ああしてください、このようにしてください、これを与えてください、これができるようにしてください。それこそ語るのに早いお互いであるかもしれませんが、それ以上に聞くのに早くありなさいと、神様の言葉を聞くのに早く、そしてその後で本当に自分自身の願いを主に申し上げるようにというふうにもですね、言っていいと思うんですね。エリはまあ、いろんな意味でですね、このそのエリの家に対して裁きを待つような身になってしまいましたけれども、しかしサムエルに対してこのような基本姿勢を教えることができたっていうことにおいては、とても大きな役割をこう果たしているというふうに言えますね。いかがでしょうか。私たちは自分の聞きたいこと、自分の求めることをですね、まず聞こうとしているでしょうか。それとも神様が私たちに語ろうとしていることを聞こうとしているでしょうか。主が語ろうとしていることにですね、心から耳を傾けるお互いでありたいと思います。お祈りを捧げます。罪に染まった人間の歴史の中で、新しい時代を導く人を立てられる神様を褒めたたえます。まだ解決できていない罪によって、私たちが主の歴史から除外される悲劇を経験しないように導いてください。罪に気づいたらすぐに立ち返ることができますように、主の御言葉に常に耳を傾ける私たちであることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。